御霊よ、御霊よ、来たりませ、来たりて我がうちに住まいたまえ。キリストイエス様、あなたが十字架に死んでよみがえり、すべてのものに注いでくださる愛なる御霊をありがとうございます。御霊は私たち一人一人の深いところにある、声にもならない思いまで探り極め、癒してくださる愛です。主よ、この愛が今ここに、そして今痛むうちに、天から豊かに注がれる御霊によって覆われ、賛美へと変えられますように、この礼拝を感謝し、イエス様の愛なる御名によって祈ります。アーメン。今日はペンテコステの日です。イエス様が十字架で死んでよみがえられてから50日目、それがペンテコステの日です。この日に聖霊の大啓示が起こりました。よみがえりの主は弟子たちに、聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて地の果てまで私の証人となるであろう、そう言い残して天に昇って行かれました。そしてペンテコステの日、一同の者が集まって祈っていると、突然天から激しい風が吹いてくるような音が起こって、そしてその音が響き渡った時に、舌のような炎が現れて、それが分かれて一人一人の上にとどまると、みんなが聖霊に満たされて他国の言葉で異言で語り始めたと使徒行伝に書かれています。そしてこの日はユダヤ教の大きな祭りがあった日なんですけれども、各地に離散していたユダヤ人たちがエルサレムに集まってきていました。その聖霊の激しい風が吹く音は、もうエルサレムの町中に響き渡ったと思うんですけれども、何事かと大勢が集まってくると、弟子たちがそれぞれ異なる土地の、自分が来たところの土地の言葉で神を褒めたたえていたんですね。そしてみんな驚き、そしてその日に3000人もの人がイエス・キリストを信じて洗礼を受けました。これが教会のスタートとなりました。教会とはギリシャ語で、神に呼ばれた者、召された者の集まりという意味です。ロマ書でも、この召された者たちというのが、パウロがロマ8章28節で言う御言葉に出てきます。御言葉をお願いします。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。この御言葉の新しい賛美、神は万事を益とするという賛美が生まれました。すでにロマ8章の賛美がありますが、今日はその賛美と、新しい賛美とがソロ隊に御言葉立体賛美として歌ってもらい、そしてそれを聞いてから共に新しい神は万事を益とするを皆で共に歌います。神は神する者たちにする者たち、ご計画に従って
神は万事を益としてくださることを私たちは知っていると今歌いましたが、この私たちは知っているというところが特に迫ってきました。そうです、キリストの愛だけで十分である、賛美で全てが完成することを知っています。この、今の御言葉は口語訳ですが、召された者たちと共に働いてとなっていますが、ギリシャ語の原文では私たちが働くのではなくて、召された者たち、私たち召された者たち、神の教会のために万事が益となるように共に働く、動いていくという意味だそうです。伊藤久徳さんに教えてもらいました。神様に出会ってもついついこの世で身につけた生き方があって、その延長で神様のために何かしなくてはとなってしまう人の肉があるんですけれども、教会は神様のために頑張るところではありません。天から注がれる聖霊が満ちるところ、
そして神様の十字架の贖いの愛を喜ぶ賛美が満ちるところです。神様は終わりの時、私の霊をすべての人に注ごうと言われました。ピーター先生は、聖霊に満たされるというのは教会に与えられる恵みだと言われます。嬉しいとか、力を受けたとか、もう感じても感じなくても、あなたがこの風の教会というキリストの体に置かれていること、それが聖霊に満たされている証拠だと言われます。本当にこの賛美の中に今置かれているということは、聖霊に満たされている印だと信じます。そしてこの今年のペンテコステ、私は子羊の群れ教会がスタートしたことを思いました。美津子さんはアメリカでなかなか英語や学校に馴染めない子どもたちを助けるボランティアを、アメリカでしていたときに、周りのかわいそうな子どもたちを助けたい、そしてそうできるならと、私を聖霊で満たしてくださいと祈りました。そしてその数日後に白い鳩が美津子さんを打ちました。それからたくさんの人に心と体の癒しが流れて、多くの人が、傷んだ人がキリストの愛に出会っていきました。主はピーター先生と美津子さんに、柵の外の傷ついた羊たちのところに行けと言われました。そして主に見つけ出された一人一人が、たった一人でも主を賛美する家の教会として、子羊の群れがスタートしました。私が子羊の群れに出会ったのは、ビルの一室で芦屋街道がオープンしたばかりの時でした。私はすでにアメリカで神様には出会っていました。アメリカで聖書の話を聞いて分かったんですね。ああ、私は意味なくここに存在しているんじゃなかったんだ。私が今ここにいるのは、神様が目的を持って作ってくださったから。私は十字架の愛で愛され許されてるって分かった時、本当に新しく生まれ変わったということを体験しました。そして日本に戻ってからは福音派の教会に行き始めました。その教会では聖霊の奇跡的な働き、異言とか奇跡っていうのは、聖書の権威が確立されるためだけにあったもので、もう今はないと教えていたんですね。それで聖霊の力ではなく、人の力で神様のために頑張りましょうというような教会でした。で、私はもう半年ほどすると、ここではないな、ここは違うな、教会に行くのはもうやめようと決めました。そんな時だったんですね。子羊の群れのことを聞いて、そして誘われて礼拝に初めて出ました。礼拝の部屋に入ると、そこは光が満ちていて、賛美の奏楽が流れる中で、礼拝が始まるのを座って待っているだけなのに、涙が出てきて、深いところがほぐれてきて、そして私の存在のふるさとに帰ってきたような思いがしました。そして礼拝が終わった後に、洗礼を受けたい人は言ってくださいっていうアナウンスがありました。私は親から信仰や洗礼を受けることを反対されていたので、迷ったんですけれども、その場で受けてしまいました。そしたら、ほわーんと温かい聖霊に包まれて、
イエス様がいつも共にいてくださるということが分かりました。子羊の群れは聖書の時代と同じように聖霊が働いている教会でした。私は砂漠の中でオアシスを見つけたように嬉しくて、これは夢を見てるんじゃないか、夢だったら覚めないでほしいと思いました。そしてたくさんの人がイエス様に出会って深く癒されて、いろんな証がありました。ああ、イエス様は一人一人の痛みや悲しみをその人以上に知っておられて、こんなに優しく、もう絶妙に癒してくださる愛の神様なんだなということが分かりました。ペンテコステの日にペテロは、主の名を呼び求める者は皆救われるであろうと言いました。私は生きてるか死んでるか分からなかったようなものなんですけれども、主の愛に出会って初めて本当に生きるものとされました。そしてイエス様は一人も漏らすことなく生かしたいと十字架で命を捨ててくださった、愛なる主の御名に本当の喜びと生きる喜びと救いがあると信じます。今からこの愛なる主の御名を共に賛美したいと思います。途中から主イエスよと英語のジーザスが立体賛美になります。
今年のペンテコステは、主の皆を呼ぶものとされた私たち、この教会の賛美によって、この礼拝によって、この礼拝の棚中で本当に賛美で全てが完成する、万事が益とされる、賛美とされる時が来ているということがいよいよ迫ります。でも、実は私は子羊の群れに出会ってから賛美で全てが完成するということがかなり長く分かりませんでした。子羊の群れの賛美の中に確かに神様はおられる、もうこんなすごい神様がおられるから何も恐れることはないとまで思って喜んでいたんですけれど、ところがなんですね、私の喜びは間もなく、神様がおられるならどうしてこの世の中は問題と矛盾だらけで、こんなにも痛みと苦しみがあるんだろうって疑問に変わっていきました。教会では賛美で全てが完成すると言われるんですけど、私には分かりませんでした。それで礼拝から離れて自分の力で答えを見つけようとしました。私のおじいちゃんおばあちゃんは韓国の南の島の最終島というところから来た人たちでした。私の両親も私も日本で生まれ育ちました。私は韓国人でもなく日本人でもなく、どこにも属するところのない根なし草で、一体自分は何者なんだろうって、これからどうやって生きていったらいいんだろうって悩んでいたんですね。で、それを知るために歴史を学んだり、知ることによって答えが見つかるんじゃないかって、社会や国の在り方を学んだり、そしていろんな社会活動にも関わったりしました。でもそんなふうに頑張れば頑張るほど、内側はどんどんカラカラに乾いていったんですね。そしてもう完全に行き詰まった時、子羊の群れの礼拝に戻りました。するともう賛美の中にいるだけで自分で背負い込むようになってしまっていた重荷が解き放たれて、まるで水に戻された魚のように生き返ったんですね。そして毎週の日曜礼拝が私の生活の中心となりました。賛美がなくては生きていけなくなりました。そしてそんな時のことでした。礼拝の中で当時古い賛美に主エスよというのがあって、この主の皆を繰り返し呼ぶ賛美を、主エスよ我が主我が神と、もうずっとずっとみんなで歌っている時のことでした。突然お腹の底の方から、ここに本当の私があるという思いが湧き上がってきました。そして私はそれまで本当の私が分かったらそこに答えがあると思っていたんですね。それが賛美の中で分かりました。イエス・キリストを我が主我が神として賛美する、そこに本当の私がありました。そしてそれと同時に分かったのは、賛美の中に全ての問題の答えもあるということでした。賛美で全てが完成する、キリストの愛だけで十分である。初めて私の目が開かれた時となりました。そして先月4月の癒し礼拝では、あなた誰なの？のアレリアを賛美しました。担当したミエさんも、本当の自分が分からなかった人でした。
自分が愛されていることがわからないから、自分が存在していいとは思えなくて、自分を隠して周りに合わせて演じていた。そんな時に、もう長く知っていたはずの光子さんから、あなた誰なのって突然聞かれて、びっくりしたと言っていました。そして今、この言葉から生まれた新しい賛美は本当に感動の驚きでした。あんまりにも愛だったからです。今から共にこの賛美をします。まずソロ隊があなた誰なののキリエから始まります。私の神
この賛美が始まって、私は礼拝を担当している自分がね、こんなに涙が出て泣いてしまうなんて思ってもしなくて、どうしようと思いました。本当にこの賛美の響きの中に、一人一人の存在の最も深い癒しがなってるなと思います。賛美の中に一人一人の本当の私があって、今この地に生かされている神の願いもここにあると信じます。私は賛美の中でキリストのうちに本当の自分があると知りました。そして今アレルヤ賛美の大洪水を受けて、立体賛美の新しい賛美の次元が開かれるようになって、さらに知るようになりました。キリストの体の賛美のうちに本当の私があるということです。立体賛美は神に作られたすべてのものを一つにする、すべてのものが響き合う賛美の響きです。神に作られたもので何一ついらないものはない、何一つ不必要なものはない、すべて生かされて共に賛美するものとされる喜びと変えられます。2000年から光子さんを通して与えられるようになったのは、もう天の賛美が与えられて、次々に与えられてますけれども、最初は天の礼拝そのものである黙示録賛美でした。そして今のこのアレルヤ賛美の大洪水は、この地にあって賛美に生きるものとされた一人一人が言う言葉や書いた言葉に天が反響して、それを光子さんが聞いて生まれたのが賛美です。そしてそれが立体賛美として歌われると、もうその一人を代表として神の癒しが全てに流れていく宇宙賛美になります。このアレルヤ賛美だけでももうすでに何百曲も生まれていて、その録音の時を持っていますが、その録音の中で光子さんが見ている聞いている賛美の世界に、もういつも新たに驚かされています。そして今月の初めにもアレルヤ録音が持たれて、そこに反響版として参加されていた北陸の集会リーダー大清水清美さんの証を読ませてください。賛美はすごかった。響きというか空気というか、ワーンという何重もの響きの重なりに包まれました。その中で、ここはどこ？私は誰？との思いが来ました。私は小学1年生の時、学校からの帰り道にふと、ここはどこ？私は誰なの？と思って以来、60歳を過ぎた今に至るまで、ずっと思ってきました。離人症、気が狂ってしまうかもと空虚さを感じていました。私は誰？と思った瞬間です。もう私は誰と問わなくてもよい、この賛美そのものがお前なのだよとの思いが入ってきました。ああそうだったのか、私は7歳の頃からずっとずっとここに来たくて探していたのだと分かりました。賛美が何重にも重なる響きのただ中で、私の肉の存在は消えてしまう。賛美の響きの中に入れられて、賛美と一つになっている。私は誰と尋ねる必要などない。私が私である必要などない。ここはどこ？私は誰？と長年問い続けてきた答えが見つかりました。主を賛美するこの響きの中こそが答えでした。
こんな証を出してくださいました。大清水さんは、もう私は誰と問わなくていい、この賛美そのものがお前なんだよと主に語られて、何重にも重なる響きのただ中で、私の肉の存在は消えてしまう、私が私である必要はないと言われます。この立体賛美の中で、私は消えて本当の私、キリストの体の賛美とされている、神に作られたすべてのものと響き合っている私が現れてきます。立体賛美の響きの中にいると、私たちはもうついつい眠ってしまったり、こうふと気がつくと目が涙で濡れていたりということがあるんですけど、感情を超えた深い存在の癒しを受けているんだと思います。そして先月生まれたばかりの新しい賛美に、なんと、あなたは私のアレルヤという賛美があります。これは静岡の集会リーダー戸田和代さんのレポートから生まれた賛美です。地区で礼拝を持ったとき、そこに集まる人たちはみんな詩編23編の、たとえ死の影を歩むとも応じ、地で行くような大変な状況にあるのに、主を大喜びして賛美しているのを見たそうです。プロジェクターお願いします。戸田和代さんのレポートです。その時、私なら正直体の癒しが目に見える形で現れてから主に感謝できるようなと思ってしまいました。しかしリーダーさんたちにそのような様子は微塵もなく、その自分の置かれた境遇に甘んじて主を褒めたたえる、そんなことができるのかと恐れます。そしてこれが究極の賛美だとも思いました。本当に主を真ん中にして喜び合い、みんなと一つになっていました。もうそこには私、あなたという隔たりもありません。私はあなた、あなたは私の世界です。これは主の求めておられる霊と誠の礼拝なのだと思いましたと書いてくださっています。私はこれを読んで、詩編133編に、見よ、兄弟が和合して共におるのはいかに麗しく楽しいことであるとある、このひねまどぶの世界を思いました。ではここで新しい賛美を、あなたは私のアレルヤを歌います。あなたは私、私はあなたの世界にアレルヤ、一つになって主を喜び、喜び、霊と誠の礼拝にアレルヤ。あなたは私、
私が子羊の群れに出会って、聖書に書かれている通り聖霊が今も働いていることを知って喜んでいた時のことなんですけど、当時学生で夜バイト帰りの電車に乗っていました。その時なんですね、突然自分の死とは全く関係なく口の中で舌が動き始めたんです。びっくりしました。そして家に帰って口を開くと異言が出たんですね。いつでも話そうと思えば話せるし、やめようと思えば止まりました。知らない言葉が自分の口から出てくるので、もう我ながら本当に不思議でした。そしてそれからいろんなことがあったんですけど、2000年の黙示録賛美が始まると神様に呼ばれていることが迫って、逃げたいんですけどもう迫ってとうとう清水の舞台を飛び降りるような覚悟で子羊の群れの働き人になる決断をしました。そして研修を受けた時に、異言には解き明かしがあるということを聞きました。私は自分の意見に意味が分かったことがなかったんですね。それでそんな私をピーター先生と美津子さんが祈ってくれました。私の意見を聞いて美津子さんが、カラッカラッと聞こえるけどどういうことか分かると言われました。私は何にも分からなくて、分かりませんと言うと、殻を脱ぎたいと言ってるよと言われました。思いもしなかった言葉に驚くと同時に、うわっと涙がこみ上げてきたんですね。それが私の霊の願いだったっていうことが分かりました。私は自分の傷のためにいつの間にか重たい鎧のように硬い殻を身につけてしまっていた。もう重くて不自由なその殻を脱いで自由になりたかったんです。そして今それはキリストの体の賛美になりたいっていうことだったんだなって分かりました。殻を脱いで神に作られたすべてのものと響き合って一つになって神様を賛美したかったんだと思います。イエス様はいよいよ十字架にかけられる時が近づいた時に、新しい戒めを与えると言われました。ヨハネの福音書のこの御言葉を読ませてください。私は
新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべてのものが認めるであろう。この互いに愛し合うというのは神の愛であるアガペーの愛なんですね。これは絶対の愛、無条件の愛、永遠の愛です。もう到底人にできることではありません。主はまた自分を愛するように隣人を愛せよとも言われました。でも私はそもそももう自分が一番嫌で、自分のこと愛せないから人のことも本当には愛せないと思っていたものでした。でも私には愛せないっていうその悲しみを主は知っておられ、十字架で愛を完成して賛美を与えてくださいました。黙示録賛美が与えられ始めた時に、互いに愛し合いなさいというのは互いに響き合いなさいということだと分かったという人がいました。今この幾重にも重なって響く立体賛美の響きの中に、イエス様がくださった新しい戒めがなっているのを見る思いがします。そして私はあなたの敵を愛せとも言われました。この4月の荒野聖剣はこの御言葉からだったんですね。そして自分の敵とは何か、いろんなことが書かれていました。病や経済や家族の問題、心配事、戦争、地震、不安な世界情勢、またいろんな人間関係、その中で自分自身が敵になったり、また敵は自分の妻だったとか、もうこの人しかないって結婚した夫がいつの間にか敵になってたとかいうこともありました。生きるというのはいろんな敵との戦いが伴いますよね。そんな私たちに主はあなたの敵を愛せよって言われるんです。しかもこれも神の愛であるアガペーの愛です。もうそんなこと人には不可能なんですよね。でも神様は私たちにできないことを命じて苦しめるような方ではありません。すべての敵を十字架にかけて滅ぼし、その隔ての中垣を取り除いてくださった方です。だからこの無茶ぶりのように聞こえる主のご命令も、十字架で命を捨てられるほどの切なる祈りだったんだなと思います。ここで解き明かしを一つ読ませてください。これは2年前のちょうど5月に与えられたものです。戦うとは賛美することである。賛美することによって敵と響き合うことを信じなさい。共に賛美するものとする。私はその賛美の中にいる。世界にはいろんな分断や戦いがあります。私も自分の存在にその傷を負っていたものでした。戦後朝鮮半島は南北に分断されて、今もそれが続いています。私の祖父母のふるさと済州島では、朝鮮半島の南北統一を願った人たちが危険な共産主義者とみなされて、無差別に子供も含めて何万人もの人が殺されるという
こともありました。そして日本にいた親戚の中には、北朝鮮が地上の楽園と信じて北朝鮮に行った人もあると聞きました。分断によってさまざまな悲劇が世界中にありますけれども、私も自分の知らないままにその闇を存在に追っていたんだなと思います。そして誰も分かってくれない、そして自分も分からなかったんです。何なのか、その孤独と痛みをその傷から、鎧のように硬い殻でガチガチになっていた私が賛美に癒されました。そして今思うんですけど、ああ日本に生まれてよかったなって、そして天と地が一つになって礼拝するこの風の教会に置かれて、ああ本当によかった。ここでいろんな歴史の闇も、それによって傷ついた人々もみんな招いて共に賛美することができます。この神の贖いの愛の響きが届かないところはない。地の果てまで一人一人の存在の内に隠された闇の地の果てまで届くし、時も超えて過去にも、そして未来にも届きます。それでは今から新しい互いに愛し合いなさいの賛美をします。これは聞く賛美なんですけれども、古い賛美と新しく生まれたこの賛美をソロ隊に立体御言葉賛美として歌ってもらいます。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを、
リストイエス様、あなたが私たち一人一人にこの賛美の響きの中で癒しを注いでくださったことをありがとうございます。私たちが集まり心を一つにして祈るならば、その祈りを聞いてくださる神の約束が賛美の中で私たちが響き合う中でなっていることを信じます。主よ、この賛美の響きが命の絶え間となり漏らすことは何一つありません。主よ、私たちの傷んだ体に心にあなたの愛の癒しが注がれたことをありがとうございます。腰や頭、目や歯にも内臓にも胃に肺に血液に全身にあなたの癒しをありがとうございます。そして人には言えない、分かってもらえない悩みを抱えておられる人に、自分の中の闇に怯えている人に、愛の主が来てくださったことをありがとうございます。自分を責め受け入れられない、そのまるで自分が闇そのものになったかのように怯えている、そこにもう光は照っています。主よ、あなたの光をありがとうございます。そして傷んだ海に、川に、森に、そこに住む動物たちや魚、あなたの癒しが今流れていることをありがとうございます。異常気象の自然災害にも、あなたがこの地球をあなたの命にあふれたところと変えて、新しくペンテコステの御霊を注いでください。地震に地震を起こそうとする歪みに、また地震に襲われてまだ復興されず瓦礫に覆われたところに、あなたの祈りがもうすでによみがえりの命が注がれていることをありがとうございます。主よ、私たちがまだ知ることもないところで傷んでおられる人たちに、報道されることもない暴虐が行われている地に、最も貧しく傷んだ人々にこの響きは流れていく、あなたの癒しをなすと信じます。この礼拝を通してあなたが万事をそのようになしてくださっていることを信じます。神の賛美の中で、すべてがあなたの愛の癒しの中賛美とされていくことをありがとうございます。キリストイエス様の愛に感謝し祈ります。アーメン。私たちが作られた、万物が作られた目的は愛でしかなかった。神様は愛の目的を持って作られた。そして神の愛に全ての作られたものが響き合って一つとされるために、世の初めから
神の子羊はほぐられておられました。そして十字架もすでにイエス様が完成してくださった。今はその愛の成就を見る時が来て、そこに置かれていることを本当に恐れます。だからといって私が愛の人になったっていうわけでもない、問題がなくなったっていうわけでもない、まだいろんなことはあるけれども、そのままで賛美して喜べる。そして作られたものがバラバラとなることが許されたのも、キリストにあって本当に一つとされるためだと信じます。そしてこの賛美の響きが作られたものを一つに着せしめる、その聖霊の大計中の神の願いの現れです。ともう一つ解き明かしを読ませてください。風の教会は私の喜び、白い鳩は私の愛である、私の愛を表すものである。礼拝は神を拝むところだと思っているであろう、そうではない。礼拝は愛の満ちるところである。私の愛と私を愛するあなた方の愛が一つとなって全てがなる時である。この愛の中で全ては完成するのだよ。風の教会に与えられた神様の約束、神様の愛の祈りです。最後に今からひねまとぼを賛美するんですけれども、プロジェクターでちょっと歌詞を映してください。献金を忘れてます。今から感謝の献金の時を持ちます。イエス様、あなたの国は十分です。あなたの愛だけで十分です。あなたに出会え、イエス様、あなたの愛だけで十分です。あなたの愛に出会えて本当によかった。どうかまだこの愛を知らない傷んだ人たちに、そしてイエス様に出会ってイエス様を信じているのに、まだ神様の愛が本当に分からず傷んでいる人たちにも、
主よ、あなたの愛を表してください。あなたの愛だけで十分であると叫ぶほどの愛で満たしてください。主よ、あなたの願いがなりますように、私たちの感謝をお捧げします。アーメン。では最後にひねまとぶを賛美しますが、その箇所お願いします。詩編133編、一節の賛美ですが、見よ、兄弟が和合して共におるのはいかに麗しく楽しいことであろう。英語では、Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity となっています。このひねまとぶはヘブル語の賛美です。そしてひねまとぶというのは、見よ、なんと麗しいという意味なんですね。この飛ぶが麗しいっていう意味なんですけれども、これは good、 良いという意味もあります。創造の初めに神様がご自分の作られたものを見て、甚だ良かったとありましたが、これも同じこの飛ぶという言葉なんですね。 It is good って言って、神様が作られてね、言われて、これは本当に神様の創造の喜びの言葉だと思うんですけれども、この全ての作られたものが一つになって賛美する宇宙礼拝では、ここに神の創造の喜びがもう極まって、 How good it is ってなるんじゃないかなと思いました。そしてこれはイスラエルの民の、ユダヤの民のこの喜びの歌でもあります。神様が選ばれたイスラエルの民の前科の回復がなりますように、このひねまとぶにすべてのものとともに神を喜び賛美したいと思います。Amen.
聖霊の恵み、命の川の流れは何一つ漏らすことなく、これからも流れ続けていく御霊の注ぎ、天に地に地の下にあるすべてのものに共にありますように。神の栄光がすべての作られたものによって褒めたたえられますように。アーメン。